すする TV ゼレゼレどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、いやもう困った時の新宿御苑ということでこちらです。新宿御苑前駅から徒歩3分くらいのところにあります春麺白八さんにお邪魔してます。無花鳥で天然の食材から出るだしを使った体に優しいラーメンということで、最近荒れ狂っていた食生活を正すにはぴったりですね。レッツゴー。さあ、春麺白八さん、映像がなぜかないですが初見さんです。今回はチャーシューが3枚と味玉がついてくる塩白八をチョイスしました。物腰柔らかでイケメンな店主さんだなと思って待ってると、こちらが春麺白八さんの塩白八です。ふおい、旬の野菜がきれいに盛り付けられていて、今月は小松菜を改良した小江戸菜という野菜を使っているとか。それではいただきます。さあ、まずはスープから味わってみましょう。じわっと野菜や鶏などの旨味が溢れ出す優しいタイプで、後から笑顔になれるやつ。そっとおばあちゃんの膝に毛布をかけてあげる感じですね。ではもう一口スープ飲んで、ここで小江戸菜を食らってみましょう。おお、シャキシャキとした食感が気持ちよくて優しいスープをまとって、これまたうましです。さあ、また小江戸菜を食らって、もやしも食らったら4次元ポケットくらいの大きさのチャーシューを食らう。ギャモー、適度に脂が乗っていてせっかくの優しいスープを壊さないけどジューシー、素敵な技巧が凝らされていますね。さて、もう一度スープのさまざまな出汁を味わったら、いよいよ麺いきましょう。ムチッとした丸めの中太麺をすする。スポンポー、少し固めの湯加減でスープと違って暴れん坊。しかしこの相対性が逆にマッチして、ギンギラギンにスニーカーブルースジャパン。さあ、もう奥深い出汁を感じつつどんどんすすって幸せな時間を過ごしていたら、ここでなんとわさびで味変です。で、少しずつレンゲの上で溶いてみてください、とのことなので、少し溶かして飲んでみると、優しいスープがキリッとわさびで引き締まってめっちゃうま。すかさずもう一口飲んで麺をすすると、暴れ麺が今度はわさびの程よいピリッと感と同調してシンクロ率 400%、 もう最高です。てな感じで、まだ残しておいたチャーシューを食らって、まだまだ麺すすって、竹蔵の幼なじみの味玉を最後に食らってスープも飲んだら、本日も KK です。大変美味しくすれました。優しくかつ出汁のうまさを感じられる素敵な一杯でした。それではゴズレイ。はい、ごちそうさまでした。いやー、春麺白八さんに行ってきたんですけれども、いや優しくて本当にもう染み渡りましたね。スープからもうとにかくいろんな味がしてきて、もう野菜、鶏、豚、あっさりしてるけどこう奥深いコクの感じられる、いやいいスープでしたね。麺は少し固めに入れられていて、表面はしっかり噛み応えがあるんですけど、中はこうもちもちとしたとっても美味しい麺でしたね。わさびの味変もいいですよね。なんかこうスープの味がキリッと引き締まるような感じがして、すするも私生活をしっかり引き締めていこうと思いました。ごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、春麺白八さん、新春白八賞。いやー、はい、数字のつく芸能人といえば石田純一、石田一生、石田三成。なんで石田ばっかり。終わり。